最速で飛ばしてやるよ。よし、勝った勝った。戦士、敵。確かに敵かもしんないけどさ。そうか、燃えてろ。よし、勝った勝った。ない？また五条だよ。喜んでそこら中をみんなぶっ壊してたの。どこの誰だってな。違う。私は。あれ？さっきのは。お前はモンスターなんだ。破壊の力を持った破壊のための生き物。そんな奴、戦わないなんて選択肢はないんだよ。あんまりわがまま言うた。お仕置きしちゃうよ。私は。あれって仲間内の喧嘩だよな。だとしたら放っておくしか。しょうがない。もうちょっと強めにやっとくか。ほら、お前のせいだからね。おい、やめろ。あ、何？どちら様？
ボクちん今忙しいんだ。引っ込んでてくれる？聞こえなかったんならもう一度言ってやるよ。やめろって言ったんだ。アソ、じゃあ死になさい。邪魔者は容赦なく排除します。排除されんのはお前だよ。これ仕上げだ。これ注げ。よし勝った勝った。ただの目立たないガキかと思ったけど、面白い。なかなかやるじゃないですか。ほら、ぼーっとすんなよ。行くぞ。勝負はまた今度。この子、俺が預かるからさ。じゃあな。はい、お疲れ様でした。預かる。何が預かるからさだ。どうしてそいつはボクちんのところに戻ってくるんですから。いいですよ、もう帰ろっと。たく生意気なガキだね。まあ、ああいうのが将来もうスルメなんかしゃぶりながらさ、子供に勉強しろ勉強しろとか言うんだよ。お前この辺まで来れば大丈夫だろう。あ、そうだ、俺バン、お前は？あなたはコスモスの戦士？ああ、そうだけど。私を倒して。え？もう戦いたくないの。破壊の力なんてもう使いたくない。だから。だったら戦わないで力も使わなきゃいい。別に俺がお前を倒さなくたっていいだろう。どうして？私はあなたたちの敵でしょ。敵だとか味方だとかそんなに気にすることか。さっき俺お前が困ってたように見えた。だからお前を連れてあいつから逃げたんだ。お前がカオスのやつだってのは分かってたよ。でも別にそんなの全然関係ない。気にならないの？ならないな。だって意味なんかないからさ。お前が困ってたことにカオスもコスモスもないだろ。でも私たち敵同士で戦うために呼ばれて。うん、戦うために呼ばれてるのは知ってる。でも俺自分の意志は捨ててないからな。俺は俺の意志でお前を連れて逃げたし、ここで倒そうなんてことも全然思ってない。お前もさ、難しく考えるのやめろよ。誰かの言いなりになってたってつまんないだろ。強いのね。お前も同じだろ。戦いたくないってしっかり思ってる。
私の意志。この戦いきっとすぐ終わる。絶対にコスモス軍の勝ちだ。カオスが倒れればこの世界が安定する。そうすれば俺たちもきっと元の世界に戻れる。だからお前はそれまで安全なところにいろよ。戦わなくて済むところにさ。え？カオスを倒す前に俺がお前を迎えに来る。そしたら一緒にコスモスのところに行けばいい。コスモスのところ？うん。お前もコスモスの戦士になれば俺たちと一緒に元の世界に帰れるだろ。じゃそろそろ行かなきゃ。俺はまだ戦わなきゃならないからさ。お前は安全なところで俺を信じて待ってろ。バン。あ、なんだ。私、ティナ。じゃあまたな、ティナ。